臨時国会の会期末まであと10日ほどとなる中、立憲民主党などの野党4党は、衆参両院で明日以降の国会審議に応じない方針で一致しましたそのきっかけとなったのが、安倍総理大臣が主催する桜を見る会に、マルチ商法を展開して破綻したジャパンライフの元会長が招待されていた問題です。ジャパンライフの会長をはじめ 大変問題のある方々も参加をしているからそれは総理がお呼びになったんですかジャパンライフの元会長は2015年の桜を見る会に招待されていて会社の信用を高めるために招待状を公開していたと指摘されています野党は受付票に記されている60という数字が安倍総理の推薦枠を示すものではないかと主張して事実関係を明らかにするよう要求していますが 政府側は文書をすでに廃棄しているためわからないとの説明を繰り返しています。こうした問題を受けて野党側は今日続けざまに国対委員長や幹事長、書記局長が会談し、総理の推薦枠であるかどうかを明らかにするまで国会審議には応じられないとの認識で一致しました。データについては復元をすることはできないと聞いています。 一方、内閣府が破棄したとする招待者名簿の電子データについて、菅官房長官は、復元はできないと述べました。ただ、技術的にできないのかという問いに対しては、ルールに基づいて対応していると答えを濁し、技術的には復元が可能であると示唆しました。